うんちであかんスワローズ、プリキュアに負ける。試合見れなかったけどなんか楽しいことあった？野球おもんねえはベンチで冷たくなってた方がマシやな。最近1点か2点ばっかりやんけ、こんなんで勝てるわけない。序盤の大量失点で今日は見なくていいぞってなるの効率的でええよな。打てないし打たれる。ちなやくのよく知る夏のヤクルトが帰ってきたな。思い返すとマジで何の見どころもなかったな。でもシーズン完全終了したからよかったわ。今日チケット持ってたけどやめて正解やった。他のこと優先しちゃった。せめてエラーない試合ください。さすがに B クラスならコーチ陣の首は何人か飛ぶやろうが、年俸は複数年組しか高級取りおらんから大して減らなそうよな。来年も残したいと思えるコーチ一人もおらんな。もう残りの試合は村上とサンタナ以外はオープン戦みたいな選手起用で育成してけ、頑張る意味ないわ。村上のエラーは見慣れてるけど他のやつがエラーするのは想定してないんよ。宮本ってたまたま一昨年確変しただけだよな。宮本は嫌なところもあるけど今のヤクルトに必要やろ。高津と仲悪そうだから呼ばないだろうけど。ヤクルトってセリーグの中日ドラゴンズやな。中日打線は普通にいいだろ。打撃指標を見ても細川宇佐美良医師。ご視聴ありがとうございました。